Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV、 ようこそ、サルです。先ほどの煙はですね、これビタミンコラーゲン &CO910 コエンザイム910みたいな、なんかそういうフレーバーのするやつっすね。はい、ということでですね、今日もね、行ってこようと思います。今日野池行きます。今日はで、今日釣れなかったらちょっといろいろ考えようかなと思いましてね。釣ってもらいたいっていう気持ちはあるし、で釣らなかったら釣らなかったでこうプレゼントルアーが増えていくっていう嬉しさもあるんで、なんかそれで微妙だなーって思うんで、今日ダメだったらちょっと考えますっていうことで行ってきます。さあ、やってまいりました、ゆうまずめの池。今日もやっていきましょう。元気出していかないとね、元気出していかないとね。なぜ夕まずめか。そうなんです、実は言うと朝からね、いろんなところ回ってたんですけど結局釣れなかったんですよ。で、やっぱ野池夕まずめ超かけてます。まあ大きいのはかかってないんですけど、まあ20ぐらいのやつは2匹ちょこちょこここ1週間で上がってますよ。その2匹が大事ね、冬の実績って。ということで、やっぱこの野池に決めました。でね、減衰してるんですけど、これね、またね、減衰が進んでるかもしれない。さらにまた水が抜けてる、抜けてるまた1メーターぐらい下がったんじゃないですか。これほら、足元見るとここまで濡れてたんですけどね、またここで下がってるんですよ、濡れてるところ。これは完全にもっと水抜いていくんじゃないかなって思って、魚の密度が濃くなってるという見解。水が抜ければ抜けるほど魚の密度は濃くなるから、まあ今日はね、巻きます、とことん巻きます。バイブレーション、重いバイブレーションをゴリ巻きしていこうと思います。まあいろいろカラーローテしてサイズも変えて、もうズル引きズル引きゴロ引きゴロ引きで、あと1時間ぐらいしたらほんと真っ暗になっちゃうんで、もう垂れ流し状態、巻きまくり状態でいきたいと思います。わっ、苦かったか、苦かりか。釣れねえな。なんか触れた、今なんか触れた。今のは魚だな、鯉かな、バスかな。だいぶ暗くなってきましたね。もうそろそろカメラで撮れねえぐらい暗くなるかな。もうラストここ10頭ぐらいしたら終わりかな。行きましょう、バイブレーション。ラスト1頭、これで終わりだ。食レポってあるじゃないですか、食レポ。特にね、ラーメンの食レポをねする人っているじゃないですか。でね、僕はねラーメン食べ続けてねもう20年以上経つんですよ。でね、まずラーメンをね食レポするにあたってね、麺をこうやって使うじゃないですか、で吹くじゃないですか。この時点で本当の真のラーメン通ではない。それは本当のラーメン通は持ち上げてもいい、持ち上げてもいい、1回の吸える分、自分が食べれるよ、すすれるよっていう分だけまず麺を取ります。で、持ち上げるタイプの人もいればそのままこうやっていく人もいるけど、僕はそのままこうやっていくタイプなんですよ。なんでかって言ったら、持ち上げちゃったら麺が冷めるじゃん、そしてスープも絡まずに落ちるじゃないですか、下に滴れる。だから僕はこのままこうやっていくんですけど、最近見つけた YouTube の食レポの人ですごい人がいて、高速すするっていう人がいて、持ち上げるじゃないですか、ポンポンってやって持ち上げて、こっからこんな味、こんな味ね、高速ですすり上げる。
これはやっぱすげえなって思いました。はい、っていうことでね、今日もダメでした。でもね、今日はね、いつも言ってる野池がかなりまた減衰しとって、さらに言うと、今日一回だけ魚に触れたんだよね。鯉だったらガツン、ガツンっていう、あ、鯉だ、ブルンって当たりたんですけど、こう、当たった瞬間に、ぐるって、ルアーが巻かれたような気がしたんでね、ブルンって。完全に反、そんな感じ。ということで、今日もプレゼントルアー、入れていきましょうか。今日の Today's クリスマスパーティープレゼントルアーの追加は、前回のプレゼントルアーでね、僕ね、ダッチを入れようかな、どうか迷ったんですけど、結果入れなかったんすよ。ということで、今回は、こちら。入れます。ちゃんと入れますよ。私が愛用していました、ダッチ。中古品ですけど、入れました。本日、12月11日から始めて、3つ目のルアーはダッチです。しかも、ブラックにしたのかな？うん、マラブーフックの毛もブラックで、この翼もブラグ。ただ私の中古なので傷がついてます。ということで今回もうダメでした。明日もう一回行ってダメだったらちょっと考えます。ということで以上、スペースモンキーズ TV でした。嬉しいのか悲しいのか分かりませんが、皆さんも冬の次頑張りましょう。バイ。